南相馬の駅から消費者の会吉田さんが同乗されまして出発になります。県競争でシェアしてください。先生、甲状腺検診を縮小という冊子です。昨日も千葉由美さんから話があったように、福島で甲状腺検査が縮小されるという話があって、それに反対していく議会の請願とかも採択されてますけど、これからどうなっていくでしょうかね。まあ、来年に富岡町というところが解除するというふうな話をしてますが、今年除染が終わった小学校の正門前で測定したところ0.7 マイクロあるんですよね、まだね。で、0.7 マイクロっていうのはどういうことかっていうことですが、病院に何か、病院のレントゲン室、そういった場所は放射線管理区域というものになってまして、平均すると毎時 0.6 マイクロ以上なんですよね。で、そこでは本来食事もしちゃいけないし、肌を露出してはいけないし、という未成年は、まあ、間違いなく入っちゃいけない。そして妊婦さんもできるだけ避けなさいというぐらいの、要は生活しちゃいけないというのと同じような状況のエリアになるわけなんですけども、そこに24時間住んでいいというそのわけのわからない。で、これから飯舘村に行くのですが、10キロ圏外です。完璧に空間からいくつ放射線が飛んでくるか、1分間にいくつ飛ぶかっていう計算が測るんですよ。だから単位がベクレル、じゃなくて CPM っつって、カウントパーミニッツ CPM だから1分間にいくつ放射線が飛ぶか。だから椎茸とかにこうやって当てるじゃないですか。そうするとそこから出てくるのを勘定するんですよ。それがだいたい300から400出てくると、まあ100ベクレルを超えるとかという、そういうのが一応換算じゃないですか。そうです。また詳しくはなくて、5年で 0.1、 外でどれぐらいですかね、 0.2 マイクロ近くですかね。事故直後はここ8マイクロぐらいはありました。南相馬から飯舘に向かう、その命ということはなく、多分財産なんだと私は思っているんですけど、東京ではやたら受けがいいようです。向こうの人たちと話をします。走っているバスの車内になります。 0.536 だからやっぱり何でも調べないと、前で 0.3 を超えました。以前はもう10マイクロぐらいありましたけど、外はここはまだ原町なんですよね。で、この人たちももう戻っていいよと。多分 0.6 ぐらいは軽く外行けばあるんじゃないですかね、半分として。で、本来は飯舘村の農業研修センターというところがありまして、そこで所長をされてた方がですね、ものすごいその反原発の運動をされてまして、この事故にあったことによって会社も解雇ですし、仕事を失ったわけですけど、その人生の中でその農業研修センターで地元の農家の方たちと農業をしたことによって最大の人生の喜びを感じたとその方は言っているんです。それを一瞬にして東京電力は奪ったわけですけども、 0.4 ぐらいですかね、この辺で。おそらくここは道だけですか、除染したのは。そうです。で、2012年ですかね、私たち大学の先生たちとこの道を汚染の調査だと言ってこう飯舘に向かう途中にこう測定して歩いたんですけども、車の中で4マイクロでした。で、窓を開けたら8マイクロにアップしました。なぜかっていうと、道路に放射性物質のホコリがいっぱいあって、車が通るとそれを舞い上げてるんですよね。で、それが車内に飛び込んでくるので倍の8マイクロに、数値が上がったんです。でも、その道路の脇で、除染ではなく草刈りをしてる、
復興のための草刈りをしてる作業員はノーマスクで作業してました。あと海の汚染ですけども、ストロンチウムとセシウムがほぼ半々ぐらいだというふうに京都大学の先生たちと協力した時に教えていただいたんですけども、こっちの方に黒潮に乗っていくんだろうと思いますけども、福島県で第1号日程になったのが、私も飯舘村入りました。何回も飯舘村入りました。これはこのままこれは除染のゴミを積んでるんですね。で、黒いトンバッグっていうんですけども、あのバッグも許容年数が5年でしたっけね。でもうそろそろみんなボロボロになるので、まあ紫外線が当たらないようにカバーをかけているわけです。で、一番外側には汚染してない土を入れたトンバッグを乗せて、放射線がなるべく漏らないようにというふうにしてるようですね。基本的に除染のゴミっていうのはその部落で取ったものをなるべくよそに持っていかないで、その部落にだいたい土地をスペースを探して置いています。この辺のものがあれだけも、あ、ここにもこれ裸の方だっていう、左側もそうですよね。すごいよね。あっちにもこの谷の奥にもずっと続いてます。これ元は田んぼだったんですけども、まあもう農設買えないということで貸してるんでしょうね。少し行くと多分除染した農地とか見えてくるとは思うんですけども、なんかあるな、あそこに花、これなんか花植えて綺麗になりましたね。除染した土まででどうするのって言ったら、いやこれを持ってけって言われたのでということで基本的に除染作業の中で最初と最後しか放射線量は測定しないんですよ。除染しながら、放射線測定はしないので、残ってようが何しようが、政府に決められた3センチって決めたら3センチしか土を剥がないんですよ。でここほら汚染してるからって機械を持ってって測定して掘ってくれっつっても3センチですのでやりません。あとは追加工事になりますっていうことなんです。本庁選挙の話をしていただけますか。詳しくは全部わからないですけど、現職の村長さんだけはわかります。飯舘村も今村長選が行われるんですけども、新たに出た方はちょっとわかりませんが、現職の市長さん、とにかくここに住む、要するに、これを全部きれいにして住むというふうな、もう初期から話をしていますけども、果たしてこのような山だらけだけでも、しかもみんながこうコロニーのように固まって一箇所に住むというならまだわかりますけども、そのまんま住むというわけですから、まあ自己責任において住みたいというのであれば止める権利は誰もないでしょうけども、まあそのために、ものすごいお金をかけて作るというふうに話してますし、また体育館、もうありとあらゆるものに、お金がつくので、引っ張ってきては作ろうと。でそこには必ず何かうまみがあるんでしょうけどもね。住民の人たちの中で向かい側が何ていうんですかね、老人ホームみたいな場所なんですけども、ここは一回も閉めてないんです。移動させることができないということで、役場はもう昨日回復してますよ。ここは役場はもうやってるんだ。やってますよ。今日は日曜日、昼間は今日は日曜日です。日曜日、結局これ雨どいを地下に埋めるということは結果的にまあ地下水が汚染される方向を選んでるということになるんですけれども、だけどね、この庭とかさ、それを全部一応雨が降ればみんな入ってくるでしょ、地下に。いやということはもうこの辺りの水源は全てこうやって汚染度を増してるっていうことになってしまうんでしょ。
まあだいぶでもここものすごく綺麗にしてます。補正してるんで、コンクリートこそ削って。ちょっとくですか、地べていったらもう1マグロ確実に超えますね。はい、2マイクロ超えました。地べたで2マイクロ超えますね。はい、下に置くと2マイクロぐらいいっちゃう。農業はどうでもできそうもないでしょうか。まあ、農地を貸す人にとってはね、借りてもらえるんだから、ラッキーっちゃラッキーなのかもしれませんけど、お金が入るので、じゃあ使われなかった農地はじゃあ どうなるのっていうことなんですよね。人はいないです。東京ラジオから見に行くって人もいた。あ、これもあれじゃないですか。もうやったこれが終わり。これも1個下がってはいるんですけど、まだ何枚行ってないとか。そうなんですよ。それは何年とかと当たらせる。コンパクト、コンパクト。ヤクチは全部やったはずですから。大中小あるんですよ。あとは農地とか。色もあるけれども、あとはあれ耐久性でも。ただ5年でどっちにしても方々からもリクエストがあったらしいので、わらび平というところを目指しています。そこは一番近づける高い数値のところに一番近づける場所なんですけども、まあ20マイクロは軽く普通に以前はありましたが、今は多分そこまでないと思います。この脇の農地もみんな除染してますね。外で多分これは1マイクロ軽く超えてますね。まあ瞬間瞬時みたいなもんだからね。ここにもモニタリングポストありますね。 0.82 測ってみますか。ちょっと入らなかったんですか。多分車来ないので降りちゃう。実際周囲がどれぐらいあるのかってことで0.821マイクロ超えてますね。1マイクロ約1マイクロ、ここまで。中川さんが立ってらっしゃるのはフレコンパック、この中に除染をしたものが入っているのかな。今除染されて入って今測ってる。あ、この辺がもうほぼわらび平です。まあ以前は1年半ぐらい前で私来た時に7マイクロぐらいあったんですけども、随分下がってますね。農地の除染と、あとはやっぱり山、土の中に沈んでってるんでしょうね。こんなに急に半減期が来るわけないので。そう、土の中に沈んでる。
人生やふるさとまで奪ったとんでもない強奪犯でもありますから、とてつもないです、犯罪に換算したら。洗浄系、大体水濠差が 0.7 だった。さっきより低いな。この機械がまだ下水的に。温度もやっぱあるね。設置の仕方で、測定器の周りをこうどうたどってるでしょ。で、それでまあ洗浄が少し下がるんですね。0.99 ですね。今道路脇にあったモニタリングポストが 0.99、 こちら側は除染中ですね。0.979、 でも車が真っ直ぐ行った方がいいかな。ちょっと真っ直ぐ行ってどっかで U ターンしましょう。なんか邪魔くせる。実は専門宿だと思うんだけど、新しいゴミ焼却施設だと思うんですよ、はい、でもうちょっと行くともうあの行き止まりになってしまうので、まあ、ここで U ターンという形になりますけども、ここでしてないんだ。今の人たちも見ても全くの無防備だっていうのが分かると思います。